どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。今回は、PC 版の GTA5 持ってる人だったら、無料でプレイできる、グランド RP っていうね、ロールプレイのサーバーがあるんですけど、その世界って、何が魅力なのかというと、やっぱり実写のね、車両が結構たくさんあるということで、あと変わった車両もあるということで、今回はそういった車両にね、目を向けた動画となります。ぜひね、概要欄からダウンロードリンクありますので、ダウンロードして、皆さん一緒に遊びましょう。というわけで、 今回は新車両とかをね、今までなかったものとかも多分ありますので、ちょっとピックアップしていきたいと思います。で、この独占っていうね欄に、もう車、超大量にあるんですよ、これ。これ、一旦、あのー、カタログ的な感じでね、あ、こういう車あります、こういう車ありますっていう動画をね、一度撮ったんですけど、これ50分ぐらいいっちゃって、まあ、どうもね、あのー、的を絞ってねあの、紹介していかないと、まあ、大変だなということで、あの、いいな って思ったものをちょっとね、あの、ピックアップして、で、実際、ちょっと乗ってみたいと思います。では、まず1台目。シルビア S15。これちょっと試乗していきたいと思います。あー、この顔面いいっすね。あ、これ右ハンドルですね。いやー、いいな。これタコメーターとかもついてますね。で、音はですね、これなんだこれ、サルタンのエンジンサウンドかな ちょっとなんか右ハンドル GTA ってちょっと違和感はありますけど、いいですね。このシートの感じとかも、なんかシルビアちゃんと再現されてるっぽいかなね、リアルが再現されてるっぽいですよね。これシルビアとかロゴついちゃってますけどね。さすがに日産マークとかはなさそうですね。はい、こういった感じです。これもね、車高落としたりとか、 カスタムしていくとよりかっこよくなっていくんじゃないでしょうかまず1台目日本車両シルビア操作性はなかなかいいですね、うん、悪くはないいやーかっこいいなシルビアは白いいんじゃないですかね続いてはアニス RX7FD となっていますこの車両某漫画をちょっと再現できるんじゃないでしょうか試乗していきたいと思います これ今まで多分ね、乗れてなかったんじゃないかな。これ GT オンラインにある方のやつとは違うよね。リアルちゃんと再現されてますよね。あヘッドライトもしっかりと、ちゃんと動いております。じゃあ、発進。あ、右ハンドル。音はバンシーのサウンドですね。メーター周りとか、これちゃんとリアル再現されてますかね。おお、あちこちめちゃくちゃ光ってますね。 まあ、ほぼ2シーター、後ろの席はほぼないようなもんですね、まあ。サウンドはやっぱりバンシー感出ちゃってますね。ただ、さっきのシルビアよりもだいぶ操作はしやすいですね。RX7。こっからさらにどんどん,どんどんカスタムとかもあるんでしょうかね。気になるところです。もうちょっとね、スポーツみたいな感じの、なんだこれ、助手席の足回りの。 足,足元とかなんかちょカスタムされてるっぽいっすねこれねこのヘッドライトリトラっていうんですかこういうのがいいっすねやっぱねこれで挨拶なんかしちゃったりしてなかなかいいんじゃないでしょうか黄色い RX7 でした続いて3代目アニス BRZ ということでこれカラーリングどれにしようかな青がかっこいいかないやちょっと青の青がちょっと変な青なんでしょうがない白でいきましょう さあ、86そして BRZ ということでエンジンサウンドはこれ何のやつだろうなかなか速いっぽいぞこれ動き的には速いっぽいぞこれメーター出していきますね操作性はあちょい滑る感じちょい滑る感じではあるんですけど加速はまあまあいいそして左ハンドルになってますね おおブレーキの性能はまあまあといったところでしょうかねでもハンドリングの性能まあまあいいんじゃないでも滑っちゃうねこれちょっと弱いのが滑っちゃうこれあえて滑ってドリフトする車かなそしてこれあの GTA5 オンラインの方でも似たようなのありますけどやっぱ実写なんでちゃんと細かいところが再現されてますね やっぱリアルな方が形はいいよね。うーん。サイドマーカーとかついてんすね。これね。ヘッドライト周りもちょっときれいでいいっすね。純正ホイールもこれ、リアル純正ホイール再現してんのかな。テールもいい感じですね。で、ブレーキもちゃんと、バックとブレーキちゃんと使い分けてますね。これね。バックランプちゃんと。 白に光りますね。うーん、細かい。意外と細かいっすね。内装は、ちょっとなんか今風 LED っぽい感じなのかな、内装の。で、メーター周りとか、あー、まあ、割とちょっと新しめな車っていう感じが再現されてるんですかね。86いいっすね。まだね、この世界でこれ乗ってる人ちょっと見かけてないんで。 まあこういうの乗ってる人がいたらレース挑んでみたいですね。あこれなんかこれ個人的にいいかも。この滑り具合が程よくいいかもしれないですね。続いての車両はスープラです。これも試乗していきたいと思います。さあ、こちらは左ハンドルとなっていますね。内装もまあ昔っていう感じはあります。これ多分ね、ボディペイントがまあおしゃれなやつ多分あると思いますね。えー、音はね、ジェスターかな。 うん、ジェスターなんで操作性もいいですね割と加速もまあいいしプシュプシュ言うしでコーナーの性能的にも程よい滑り具合なんで曲がりやすいちゃんと制御できる感じですねもうジェスターですねそのま,んまそのまんまジェスターこれ純正でこの加速とかなら結構いいですね これリバリーがワイルドスピード感あるやつとかねありますのでより再現できます。この1台もおすすめの日本車両1台に加えたいと思います。続いての車両はランサーエボリューション。この世界でランサーエボリューションあるんですね。乗ってみたいと思います。エンジンはえ何の音だろうちょっとわかんないなちょ。左ハンドルです。内装は 多分こういうもんなんでしょうね。ちょっと狭い感じかな。こういうもんなのかなランサイ・エボリューションっていうのは。ねえ。実際ちょっと走ってみますね。えーと、完全にカリン車ですね、これ。カリン車のデータって感じですね。でもなんか、あのカリン車と違って、やっぱリアルなランサイ・エボリューションって、ちゃんと目のつり目具合とかが程よくかっこよくなってますね。あー、なんとぶつけてしまった。 いや、いいな、あ、でも動きは、うん、カリン車ですね、うん、カリン車、うん、似てますからね、これ、Y スピー仕とかにできんのかな、結構ね、ノーマルで2 0 0キロ超えるんで、操作性はいいっすね、もともとカリン車も操作しやすくて、この、なんていうんだろうな、若干四駆なのかな、これ。なんか 滑ってもちゃんと立て直しが効く感じうん、これはいいところですね。はい、というわけでちょっとかっこよく撮りたかったんだけど、ぶつかった状態になってしまいました。ランサーエボリューションでした。えー、なんとですね、GR スープラもあったので、これも乗っちゃいたいと思います。うわー、これ完全に A が再現になっちゃってる。色がたまたまなんですけど、お音が。 なんかウォン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 って感じになってますねこのエンジンサウンドは実際 GT オンラインにありますかねこれあるかなないんじゃないかなどうかなあったかなこんなのこんなアイドリングしてるやつでこんなサウンドありましたっけ ただ、モッドの世界のオリジナルかもしれないですけど、わかんないですけどこれ結、結構ね、加速いいっていうか、運転しやすいですねあ。いい感じ。メーターもなんか、新しい感じでいいですね。てか、ハンドルおしゃれだなあ,あ、あとこれモニターもなんか、最新のついてますね、やっぱね。え、このなんかアイドリングの感じいいですね。ブン,ブン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 みたいな。おー、これ映画再現できますね、これ。 あこれトヨタのエンブレムがないだけで、もうそのまんまですね。そのまんま。GR スープラ。ナイドリングの感じが、とってもいい味を出しております。では、今回の動画では、ちょっと変わり種の車両もちょっと乗っていきたいと思います。これずっとね、乗ってみたかったんだよね。スクービードゥのカーということで、実際映画でもね、映画とかアニメでもこれ、出てくるみたいですね。 ロストスラムバンと同じような感じ。うわぁ、これは、これ事故。あ、あ、ピエロバンの、ピエロ版データ的にはピエロバンっすね、これ。ピエロバンだ。しかもさ、これ前輪と後輪のこの、なにやばいね、これ。すごい短いんで、ちょっとなんか、滑るな。 うわー、これやばいな、これ。これ完全おもちゃ。いや。メーターの周りは、あまあまあ、こういい感じですね。意外とスピード出るん、ね、で、これ。意外とスピード出て。いやー、これ滑ってますね。すごい。あ,あ <laughs> なかなか面白い車両でした。 これ <laughs> やばいな、これ。面白いな。えー、この U の GT オンラインでも出てきたら面白いですよね。では、もう一台気になっていたバーガーカー。これラスト乗ってみたいと思います。これだ,だいたい乗れんのかっていうから、これ何なのって感じなんですけど、あ、これなんかあの、えテールランプ赤く光るし、前のヘッドライトもちゃんとつくし、レタスとチーズと、ねえ、あーの、バーガーあるし、あ、 これあれっすねこれフライ返しとかがなんかついてるしあギアのところジュースですねこれすごいわかりづらいかもしれないけどギアのとこジュースになってますねちょっと見えないかなえこれなんの車のデータ後ろプロペラついてるしなんかえこれわかんないな 何の音だこれ元の車両のデータ何なんでしょうねこれ一、ね、ちょナンバープレートついてますねテールランプ意外と明るいっていうかど車がドリフトしてるかどうかすら分かりづらいっていうね同じ形していうか丸なんでえー、これなんだっけこういう車の音 <laughs> レタスとチーズの間隙間見えてるんですけどこれ いやー、でも意外とスピード出ちゃうななんか、ひどいね。これ前と後ろがどっちだかわかんなくなりそうですね。はい。というわけで今回はですね、日本車両と、ちょっと変わった車両ね、2台紹介しました。この変な車両についてはね、いつか手に入れたいなとは思ってるんですけど、まあなかなか可愛いですね。可愛い車両でした。 はいなんかいいなと思う車両があったら、えー、ぜひコメントで教えてください。これ以外にもまだまだこの世界には多分400台ぐらいデータあるのかな。なんか日本車両もね、気になる車両まだまだいっぱいありましたので、まあ、それはまた次回の、ね、動画で、えー、お知らせ、えー、紹介したいと思います。というわけで、えー、このゲームのダウンロード方法は概要欄リンク貼っておきますのでそちらの方からぜひダウンロードもよろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。 Smoke weed every day.